当に全てを兼ね備えた強さを持つのは褒めるところしかないのかな。それ以外褒められたことないんで。吉野さん、この人はすごかったなと思う。巨人の左打者、現役時代であったり、まあ、より身近に見てきた選手の中でちょっと、自分も入れてんだよ、吉野さん。自分は語りづらいですけど、でもその僕が入った時は松井秀喜ですよね、まあ年齢1個上だけど、ね、やっぱ入った時の衝撃というか、やっぱ吉野も入った時に、あ、これは勝てないなと思った、あの人、打球がちょっと違ったよね。アメリカ行く前はちょっと無敵無双なところがあった、あったあった。まず左打者の吉野さんとはまた全然タイプが違う、違うと思います。パワーとかね、そういうものも違うし、バッティングのね、多分ね、考え方とか形も違うんだと思う。だからあんまりね、話聞いたことない。マジだに。あ、ほんと？お互いね、やっぱりもっと長く一緒にやってたら、してたのかもしれないけど。え、でも何？ 5年？俺3年だから。5年だけど、やっぱりまだ若いし、そういった話をあんまする時代でもなかったんだよね、多分ね。吉本が清水さんとかってキャーンって打っていくから、これやっぱプロ野球選手だなって見えるけど、なんか、マティスのやつってなんか、もうすげえやる気ねえような感じするからさ、全然なんかだから極端にやれる人だよね。ああ、なるほどね。例えばスイングでもあれ、多分すげえ極端にやった。意識するところはここって決めて、極端にやってるんだと思うよね。本当なんか、こんなんで松井秀喜打つのみたいな感じだったけど、いざバッターボックスだったらめっちゃ打つじゃんみたいな。ルーキーの時に紅白戦よ、松井さんがバッターボックスバッターだって2球目インコースインハイに投げたらガーンっつってそれ上が打たれたのよ。うわなんだこの人と思って、うわ松井すっげえと思いながら、その次のバッターが後藤さんだったの、後藤さんにも同じような球ピュッてインハイってより、まあ、高め真ん中高めぐらいのやつをパーンって打って、まあ、ファーストボールでボテボテボテって終わったのね。ああよかった、松井さんって特別だったんだなってあの時思って、僕らの中ではやった選手の中では一番なのかな、まあ、当然その後左バッターってスンちゃん来たり、あまあね、しんのすけさん来たり、まあしんのすけもいたりするんだけど、それぞれ凄さがあって存在感あったしね、怪我しないしね。ただやっぱりずっと一緒に目の前でやってるからすごいんだけど、こうやって落ちていく姿も見てるんですよ。あ本当に、あ、そうなの。やっぱりやっぱちょっとだんだんこうなっていくわけ、それをやっぱり一緒にねずっと最後までやってるから見てるわけ、松井秀喜を見てないから、いいままのイメージ、ね、あーそういうことね。アメリカ行っちゃったら松井さんはねいいところで終わってしまう、確かにね、っていうのと、まあその小笠原さんとか篠崎みんなすごいんだけど、やっぱり最後ちょっと衰えるっすよね、ちょっとあれなんだけど、そういう姿も見てるっていうのね、まあ、前世紀に比べたらやっぱり落ちてきてるっていうのは見えたんですね。まあでもそれはそれでいろんなそれぞれ工夫もしてる姿も見てるっていうのは、こういうバッターはこういうことすると良くなるんだとか、逆にあ悪くなるんだとかね、そういうのも名前が上がった、まあ一寸翼選手だったり小笠原選手、安倍晋之助選手も、まあ、平井も、そうそうたる強打者だったと思うんですけど、吉野さんから見てもスンちゃんはね割と一番オーソドックスな松井秀喜に近い左バッターだったかなって気はする。左のホームランバッター、スンちゃんのホームランの打球ってなんかすげえ高くなって、そう、ね、本当ザ・ホームランバッターみたいなイメージかな、で小笠原さんというのはいろんな形があるんだけど幅の広いバッターみたいな、松井さんとかって崩れたり泳いだりみたいなあんまないイメージなんだよね、小笠原さんってなんか崩れ、まあ、本人は崩れてないって言うんだけど、外から見るとなんかすごい崩しながら打ってるイメージが分かるな。確かに低めのボールとかも崩れながらもなんかピャーって打つっていう、まあだからそのためのすごい練習いっぱいしてるんで、それが多分ハイバッティングになるんだろうなって言ったり、ただその中で一番独特で器用なのは阿部が一番器用だったツイスト打法みたいなのあんなのさ普通できんのゲーム中に、いやだからあれをゲームの中でパッとやる小笠原さんとかスンちゃんにはない、思い切りの良さというか、割り切りの良さというか、あんまキャッチャーだからってなるかもしれないけどね、練習じゃなくてゲームでそれをやっちゃうからね、そうだからすごいなぁと思った。そのだからまあ器用さというか、思い切りの良さというのはすごいなぁとは思うし、ただでもトータルすると切れちゃうところもあるから、しんすけってなるね、知らねえみたいな、いいだろうみたいな確かに、本当に全てを持ち兼ね備えた強さを持つのが松井秀喜だと思う。確かにもう何にも動じないし、本当淡々と自分のことやるし、なおかつチームのことも考えてるしみたいな、なんかね、それはあったね。僕がね評価をするっていう立場でね、話をすれば褒めるところしかないのかなみたいな、松井さん
それ以外は褒められたことないんで。それ以外はひどい。このチャンネルにもご出演いただいた清水さんも同時期に左のハンド製造機として活躍されたと思うんですけども、うん、清水さんの場合は独特。独特なの清水さん、うん、俺らとは違って俺らは途中からやっぱホームラン意識したのかな、あ周りにいたのかな、分かんないけど、うんうん、俺らには打てないボールを打つような人だよね。例えばインコースとか、まあ、インコースもそうだし、うん、打球も俺だったらちょっと質が違う。まあね、確かに、うん、ライナー性の打球を飛ばしてね、うん、いく感じだから。そうだからそもそもの多分バッティングの形が違うの、うん、まあ どっちかとパンチじゃないけど、うんうん、確かにね、運ぶって感じじゃないしないね、うん、なんかこういう感じじゃないでしょ、うんうん、こういう感じでしょ、うんうんうん、でもいつもまあちょっとあれだよね、うん、出りゃ打つんだけど煽り食っちゃうみたいなまあね、まあまあまあね、確かにあのババ引いちゃうよね清水さん、確かに確かにそうそうだけどさ、吉野もそうだけど清水さんめちゃくちゃ仲良かったし、あの人の性格を分かってると好きな大先あの先輩でもあるから、よく吉野とゴルフも行くけど、うん、スイング、そのスピードで言ったら一番速いんじゃない、うん、ヘッドスピードってこと、うん、バットスイングのスピードというか、うん、松井さんなんかより全然速い、運ぶっていう感じじゃないから、スイングワークっていう部分では、うん、ヒットゾーンは広いけど後ろと前はそんなに大きいバッターじゃない、うんうんうん、松井さんっていうのはすごい後ろから距離を取って打つから、うん、やっぱ大きいよね。なるほどね、うん、その分やっぱボール飛ぶの、当然その距離に耐えるスイングスピードパワーがあればね、うんうん、だから今村上なんかするね、ヤクルト村上なんかもやっぱ距離を取ってそこからパワースイングとスピードがあるから、やっぱ松井さんみたいなイメージするっていう。なるほどね、うん、じゃあ吉野君はどっちタイプ？僕は松井さんの後ろを取った方、俺はそんなパワーとスイングスピードそこまで速くないから早く打つとこまで持っていきたいな、うんうん、だから後ろは短いタイプ。なるほどね、清水さんよりは前が長いかな。ああなるほどね、うん、分かる分かる、なんかあるイメージ湧く、イメージ清水さんもここからドンと打つでしょ、うんうん、俺はここから打つけど前は大きく。なるほどね、ゴルフと全然違うね、後ろね。まあ俺右だからね、うん、なんかピョンっつって前が小さいんだけど、なんかこうヒューンってね、あの低いボールで行くんですよ。清水さんはバッティングそのものかな。下はね、野球のバッティング全然違うんだ。そうですか、ね、飛ぶんだよね。ホームランバッターみたいなスイングする。ゴルフはボール、野球のボール全然飛ばねえんだよ。野球はね、いつも言われんすよ、これ。いつも言われんの、ほんとに。なんかね、すんげー鈍い打球。ゴルフはね、ほんとね、ホームランバッターみたいな打球打つんだよね。そうだよね、なんだろうね、あれね、うん、野球のバットってさ、痛いじゃん、やっぱ手が痛くなるから、あれがめちゃくちゃ嫌なの。だから手離しちゃうの、バンって。左で特に投げる方だし、親指とかバーンって詰まった時、親指って一番大事です、しっかり入れるのに。いや、それができなくなるから、だからって手離しちゃうので怖いから、もうわーってなっちゃうんだよ。だからもう打ちに行った時はもう見てないもん俺。バッターの人の感覚とやっぱピッチャーって全然違うと思うから、それこそやっぱり吉野の感覚ね、やっぱりいろいろ知りたいんだよね。もっと多分吉野の話を現役時代聞いてたらもっと打てたかもしれない俺。吉野さんが現役時代だっても監督時代によく教えていたとか、まあ弟子じゃないですか、そういった左のバッターっていたりしてるんですか？弟子亀は、あー亀はね、まあ一緒に実習して教える部分もあったけど、亀はどちらかというとバッティングできないとか阿部タイプだと思う。あ、器用にいろんなことできるし、いろんなことやるんだけども、まあ俺のも聞いたけど多分合わなかったんだ。うん、うん、俺とは違うかもしれない。ヨジョムのバッティングの一番何大事にしてるものって何？自分の体で前で打つことだよね。ゴルフもそうやん、うん、やっぱ力むと自分でここの後ろだね。そうだね、野球もそうよ、いかに自分の前で打てるか、ね、自分の見えるところでちゃんと打つってこと。これダメ、俺のこれダメ、写真あるけどもうね、完全にね、向こう向いてる打球が違うんだよ。めちゃくちゃライト行ったと思ったらレフトの方に行くって、ね、すっげーレフトにやる。もうヤシもびっくりっていう。もうびっくりするヤシ。お二人ゴルフを一緒に行かれた時は、うん、どっちがこうスコアメイク的に？いやいや、もう今は吉野君は全然違う一緒ぐらい。この間たまたま俺勝ったけど。そんなことないよ、やっぱなんだかんだ大体吉野君は。いやいや、そんなことない、そんなことない、そんなことない。何このやり合い。そんなことない一緒ぐらい、まあ一緒一緒。ただヒサの方が飛ぶから、うん、そこは多分ね、イメージ的に絶対僕の方が飛ぶと思ってるから。うん、間違いないね。前よ、やっぱ吉野君は。すぐ切りやすいから。割り粘り強い、うん、ゴルフなんて意外と粘り強い。すぐいいよ、集中力がちょっと。野球もね、もうすぐ冷えしてる。
家族にめちゃくちゃ怒られたのはあるっていう練習中じゃないんだよ。ボール1個しかないんだよ。うんじゃない不注意って。